ヨジャチング、ガールフレンド出身ユリン&エーピンクオハヨンも女優応援に。BTS、防弾少年団×マクドナルドのコラボ商品にソース2種を納品する食品メーカーのオットギ、世界的な急成長が期待。韓国報道。シャイニー、アンアン発売、の表紙&グラビアに登場。4年半ぶり。エクソ、スペシャルアルバム Don't Fight the Feeling の先行注文量が計122,181枚を記録。自己最高。キムヨナ、開発途上国への新型コロナウイルスワクチン供給支援のために10万ドルをユニセフ韓国委員会に寄付。TWICE、今日南製薬の新製品肌ビタミンレモナピンクのモデルに。先月30日に悪性リンパ腫で亡くなった美容系 YouTuber セビョクさんの恋人、SNS に天国の彼女に向けた手紙を投稿。多くの人の中から僕を選んでくれて、6年間僕の側を見守っていてくれて、本当にありがとう僕ら必ずまた会おう。